焼きリンゴ、これちゃんとバターとか入れたんだよ、こんな、ね、ちょっとすごいいい匂いがする。そう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 、 これこの匂いさっきからしてたのね。そう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 、ちょっとずつ、うん、え、素晴らしいじゃない。やばちょっとこれ本当に素晴らしいよ。さっき刺してたの、うん、これ刺さって、刺さってってさっきこうやってたのを、うん、なんでここ刺さっちゃったの。で今蓋してるで、燻製 でそうそうそう、煙でね、いぶすの、これから、うん、今 こっちは日本地図、うん、そっち多分失敗するって。また燃えずに。でもすごい勢いで煙が。巨大マシュマロに挑戦してます。はい。これを。燃える。燃える燃える。こっちダメだよ。こっち禁止。カメラ禁止。マシュマロでかいのあるよ、そこに目の前に。目の前に。今回焼きリンゴどうですか。最高ですか。でも思い切った。あ、そう。あれ、それさ、リンゴ何使ってる。紅玉とか使ってる。普通の。明日朝さ、リンゴのパンケーキ作るけど、あのね、紅玉ってやつがいい。アップルパイとか作るね。そう、うん、酸っぱくてちょうどね、明日じゃあそれちょっと食べて、次回紅玉で焼きリンゴとかやったら、うん、見ようかな。こちらマシュマロの、うん、ちょっと見たんだけど、ね、おつゆ、どうですか、でかいの。それさ、外側食ったらさ、またなんか焼いてって感じの、なんかこのケバブ的な感じ。外が焼いちゃう食って、焼いちゃう食ってっていう絵面がいいよ。もう口つきは顔ついちゃってる。もう絵面がいいよ。暗くてちょっとあんまよく見えないんだけどと、やってる間にもこれを気をつけないと、これがね、燃えちゃったらもう終わりなんだよ。事務所がちょっと行ってみようかなみたいな、うん、オーマイガーシュ、これどうしたらいいの、これ で上にもう一枚挟めんじゃん、うん、これで挟む、うんうん、もう一枚挟むか、ギュッてたらこうギュッて、うん、でそこにチョコも乗っけて、チョコ、ね、チョコ入れたよ、チョコ入れた。あ、それでいけんじゃん。じゃあこれで挟んで、いけるじゃん。ちょっとちっちゃいのだ。まあいいや、まあいいや。できたの。できた、一応できた。私なんで失敗したんだろう。なんで失敗したの。気抜いたからね。うまっ。気抜いた。なんで気抜いたからだよ、うん、そうだよ、あのね、当たり前じゃん。もうずっと集中力だから、集中力、うん、え、うまい。え、でも集中してたのにいつの間にか真っ黒になっちゃった。じゃあもうファイヤーになったよね。ファイヤー、それ集中してなかったんだよね。うまい。こうちょっとずつやるんですか。うん、回しながらやった方がいい。ずっとやってるとやっぱそのまま寄せてっていうか、こう落ちるよ。でもまだダメでしょ、これ。うん、まだダメ。私上手にできて、はい、OBC アウトキャンプ場の朝です。これから礼拝なんですけど、その前の時間ね、朝ごはん食べて思い思いにいろいろやってます。あのスラックラインを、ね、夢中な子供およびおじさんたち、ここは何でしょう、ヨガ、要は焚き火のね、火の番を押さえて、テントで寝かしてほしい。はい、こんな感じで、OBC のアウトキャンプ場は、これからね、いろいろね、こう楽しいことを増やしていきたいと思います。十分楽しいよ。こう今ね、キャプテン S の今の課題の一つがこのルート開拓ですね。こちらの沢から、尾根に出るルートがあるはずなんですけども、今荒れてるので、まあ、ちょっともし安全に行けるようにね、道を作れたらとなんとなく思ってます。またこれ言ってみ。すごい頭、でもそれこそさ、あの木に頭ぶつけないように、ゴツって
ほら。パンなんかぶつかりみたいな、うん、なんかちょっとなんかそう俺もそんな感じがしてそう、この斜めにこう、はい、はい、ハンモックの寝方です。斜めに寝ると体がこうまっすぐにねなるんで、こう快適に腰がこうね曲がらないでいけるっていう、その奥義をあれですよ、ブラジルの原住民からこのまま寝そうですか。 でもいいよ、10時までこうやっていいからということで、この後礼拝がありますけども、ね、今こうご飯で、ね、食べてるおいしいね、はい、もうこれで庭に、佐々木家の庭にもハンモック絶対できますね